日本大阪府大阪市西成区萩野茶屋萩野茶屋は、大阪府大阪市西成区の町名。地名の由来は、かつてこの辺りの住吉街道沿いに、萩野茶屋と呼ばれる茶屋があったことに由来する。西成区の北部に位置する。大阪環状線、関西本線の線路より、南側、南海本線、南海高野線の線路より、東側、 半海電気軌動半海線の線路より、西側、急南海天の寺支線配線跡より、北側の地域を指す。北で、何和区、恵比寿西、東で大市、南で、天下茶屋北、南西で花園南、西で、花園北、北西で、何和区、恵比寿元町と接する。鎌ヶ崎、アイリン地区と呼ばれる、日本最大の日雇い労働者の町の中心である。 2005年の国勢調査によると、世帯数13,473、人口14,485人であり、単身男性が非常に多い。11時と17時に行われる、萩野茶屋中公園の焚き出しや、アイリン総合センターで17時30分に配られる、シェルターの利用権を求めて、毎日長い列ができている。近年の建設不況や労働者の高齢化により、 廃業したり福祉アパートへ転換する簡易宿所がある。一方、低料金を売りに観光客や外国人旅行者の獲得に力を入れている簡易宿所もある。元は西成郡今宮村の一部。1897年の大阪市第一次、地域拡張によって今宮村の北部が大阪市へ編入されると、当地は今宮村の北端となり、 大阪市に南接するようになった。翌1898年の宿屋取り締まり規則によって、大阪市域における基地宿の営業が禁止されると、長町スラムから市境すぐの市街であった当地へ不良木地宿が流れ込むに至った。現在の町名は、東町域付近に所在した萩の植え込みを持つ2軒の茶屋に由来する、 2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、 西成区にある以下の通学区域に隣接する校区にある小学校、西成区内にある中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。このほか厳密には区域以外になるが、地下鉄未動筋線、境筋線動物園前駅、大阪メトロ四ツ橋線。 花園町駅も徒歩圏内にある。2015年に大阪市立工事小学校、今宮小学校とともに新今宮小学校に統合されて廃校となった。1955年特風小学校の残存建物を改築し、西成市民館が発足した。ありがとうございます。